ったにゃどうもです。今回は不動明じゃですね、これと悟空武士にゃんかな使ってスコアタックやっていきたいと思うんですが、2パターンやるかな。一応一番左ね、この SS の誰だっけ、弁慶か、あの隠しステージでもう強えって言ってたやつね、こいつをまず入れるパターン。これ攻撃力アップなんよね。でちょっとだけボーナスついてるんよ。なのでまあこれを入れるパターンと、あとはこのパターンかな、あのビネガーね、デカプニマン、デカプニマン入れて、まあ極武士を何回も打つみたいなやり方。まあどっちがいいか微妙なんやけどね、まあ、一応2パターンやっていきたいなと思います。いきますか、目指せ10悟空いきたいね、いきましょう。よし、やっていきましょう。まあ、極武士にゃんと不動明じゃ2つ使うって言ったけど、まあ、ほぼほぼ極武士にゃんね。もう不動明じゃは、まあ、打つけど、技は打つけど、80% ぐらいは、極武士にゃんかな。ちょっと集中しないといけないよね。サンフィーバーでいきます。おー、降ってきたね。まあ、今降ってくるんかい。まあ、これは消しとくわ。まあ極武士にゃんを何回打てるかってやったの。不動明じゃはもう1回しか打てないから、これ1回ちょっと打っといて、ここで膨らまして、うん、まあ悪くはない、悪くはないよ。で極武士にゃん、オッケーオッケー。で1回ちょっと赤鬼で休憩して、消してからの、からの、消して、膨らまして、極武士打って、もう一回いけるね。これもう一回。オッケー。で、不動明じゃ。そしたら多分もう一回溜まるんだ。オッケー。これ普通フィーバータイム止まるからね。フィーバーの時間。今結構うまくいったな。4回ぐらい打てたくない？極武士に。これを3回やれば15億はいけるはずなんです。でもスコアを見る余裕がないけど、多分1億5000ぐらいはいってるでしょ。最低でも。ダンドリーが。OK。で、もう1回これやって、あ、1億 8000！ 1億え？割とうまくいった。割とうまくいってる。もうこれで決めたい。これで決めたいよ。あー、ちょっと繋げれなかった。空振りしたわ。これちょっと。オッケー。で、赤鬼休憩、赤鬼休憩入れて、これもうすぐ打とう。消えるな。オッケー。これでちょっとつないで不動明じゃない。いいんじゃないの、これ。G まで行け。オッケー。え、またこれ。1フィーバー目と一緒じゃね？これ時間が。あるあるね。うまくいった時に限って時間が。あ、不動明王。不動明王押してくるんかい。オッケー。あー、うん。あー、ちょっと待って、ダンドリーが溜まってない。ダンドリー。あー、ミスった。まあ、なんとかなるかな。膨らまし、あー、ちょ、待って。落ち着け。で、段取り。空振り多いな。で、極武士やね。あ、消えるんかーい。え、これもう、しょうがなくない？また消えた。これもう無理じゃね？いや、これは無理やわ。たまんないっすよ。たまってくれ、頼む、もう。ガーあー、ちょ、サンフィーバー目ミスったわ。まあ、でも行ったんじゃない結構。素点5億ぐらいかな。うん。うわーい、14億。まあ、1フィーバー目と2フィーバー目は、なかなか良かったね。ちょ、サンフィーバー目の最後がもったいなかったかなっていう感じだけど。ボーナスが2つ合わせて 180% やね。さあ、これ結構いいんじゃない？でも
結構いいでしょ。おお、30位か。フレンドランキングは、いや強え、強すぎか。これでも3位かい。はい、ってことでこんな感じで、わけわかんなかったよっていう人もね、いるかもしれないけど、まあ一応そのトップのレベルのやり方はこんなやり方かなと思います。2パターン目いきましょう。よし、じゃあビネガーパターンやっていきましょう。でも多分ね、俺はだけどね、さっきの弁慶のやつの方がいい気はする。もうあんま得意じゃないよね、このデカプニマン。おっと、顔に降ってくる。あ、っていうかさ、ちょ、今気づいたんやけど、これ妖怪ウォッチエルダつけてるの、あの新しいやつね、今回からの。あれよりさ、1個前のさ、なんだっけ、オーガだっけ、妖怪ウォッチオーガの方が良くない？あれ確か攻撃 20% アップじゃなかった？今回 10% やね。今更気づくんかいっていう、うん、そんな気がするわ。まあいいや、後でちょっと見てみるわ。頼むね。オッケーオッケーオッケー。これむずくない？これどうすんの？デカプニマン、デカプニマンでいくでしょ。消えるなよ。オッケーオッケーオッケー。でこれで2個消ししないとたまんないの。これ2個消して赤鬼休憩入れてからの、うん、もう1回打つか。あとフィーバーが足りないわ。これもう不動明王を打つしかないもんね。でさっきと一緒じゃない？これ多分さっき1億8000ぐらいやったよね、確か。フィーバー時間があれやったんか、ダンドリーは効いてるもんね。ほら185ってさっきと一緒やん。一緒やったらボーナスつく、あいつの方がいいやん、強えやつの方が。名前出てこないわ、さっき言ったのに。あ、弁慶ね、あ、弁慶思い出したわ。これさすがに喋ることなくなったわ。待って、さすがに何の話する？オッケーオッケーオッケー。これちょ、むずすぎか。むずすぎやろ。これだからどうすんの、これだって。これで打つか。うん、いや、うんじゃない、消えちゃダメじゃない。これもう一回いける？もう一回いけるんだ。ところで、あ、いける。けー、うまい。今のはうまかった、ちょっとうまかった。いやでもこれでもさ、え、これもう一発打たなきゃいけないってこと？もしか。あ、でもちょっとダメージ出てる気がする。あ、3億9000だった。今ちょっとチラッと見えたんだけど、3億9000ってあんま変わんなくね？まあ、ただ全員溜まってるね。フィーバーまだから、オッケーオッケー。ああ、おお、タイム玉いっぱいか。膨らまし。で、どう、え？お前コントロール悪すぎやろ。それはないわ。それはないでしょう。それはビネガーないわ。しかも消えたんだが。終わったんじゃないこれ。これも終わったでしょ。どうするのこれ、救える？救えないでしょこれ。うわ、しかも全然消えないの。これいっぱい振ってこい、いっぱい。あ、いや、あ、あー、ミスった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 。たまんないでしょこれ。うーわ、いや、あれは緊張するって、さすがに緊張した。あ、でも5億いってるな。うん、やっぱボーナスが少ないからさ、130に下がっちゃったから。まあどうだろう。まあ上手い人だったら多分ビネガーの方がいいと思うんやけど、俺は弁慶の方がいいかな。あとウォッチだけ見るわ、ウォッチだけ。え、多分さ、あれ俺の記憶違いかな、もう間違ってたらごめんね、間違ってたら悪いんやけど、攻撃 10% でしょ、シャドウサイドの妖怪。ほら 20% やん。え、こっちの方がいいやん。何のためにこれできた、できてきたのこれ。これ、HP が上がるだけ？え、こっちの方がいいやん。マジか、またこれ。え？
やらかしたわ。書いといてよ。だってこれ上がるもんね、こっちでも。うわ、こっちの方が良かったわ。あの、この動画見てからスコアダックやるっていう人は、前のウォッチつけた方がね、まあ、ちょっとやけど上がるんで、やってみてください。まあ、ドグシャッコなんでね、頑張るっていう人もいると思うんで、ぜひね、参考にしてみてください。OK かな？はい、ということで、本日は以上になります。よろしければ、チャンネル登録、そして評価の方、ぜひよろしくお願いします。Twitter の前やってますので、概要欄からフォローお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ。